チャンネル。101いちごチョコスペシャル、はいはい、はい、お願いします。お一つです、はい、はい、では1000円頂戴します。450円お返しです。これ人気って何ですか？大きな問題でいちごは注文は多いですね。あ、そうなんですか。いちごか、はい、じゃあ5月いっぱいまでは全然いちごあるんですけど、5月以降っていうのは海外製のいちごになるので入荷できても。あ、じゃあもうこれ5月まで。そうですね、あとは天候と仕入れ先がどこまで粘ってくれるかっていう感じですね。また海外製のやつを輸入してそのまま継続としてメニュー化するのかどうか。うん、ね、やっぱ味が違う。あ、全然違います。はい、どうしても果肉が硬いのと酸味が強いのは海外製の特徴になるので、うん、国産に慣れてらっしゃるお客様からすると全然違うものです。YouTube か何かされてるんですか？ YouTube あでしょうね、その感じは。大変ですね、このなんか高校プロというか持ってらっしゃるのが。そうかなと思ってます。結構取りに来てるでしょ。取りに来られてますけど、そのアップしてるのがどの方がどうっていう名刺とかそういった方は持ってる方ほぼいないので、うん、何にどうかやられてるのかは知らないです。こうあの YouTuber さんなのか海外製の YouTuber さんなのか、あの TikTok なんかが全然わからないですね。でも美味しいですよ、何回も来てるんですよ。ああ、そうなんですね、ありがとうございます、うん、どうぞ。はい、すみません、ありがとう。はい、はい、じゃあいただきます。どうぞ。はい、ありがとう。ありがとうございます。